はい、ピースケでサックスやっていきますということで、いつもの行きたいと思います。ガチャ解説です。はい、筋力打撃ピックアップ、引くべきかどうかでございます。はい、で12キャラ PR 以上 R は出ません。PR 以上の、筋力打撃キャラの、まあ、今割と有能どころが揃っているという感じでございます。はい、進むは解放できてありがとう。でダイナミック、ちーちゃん、フランケン、王子、三宝松、ジャベリン、沖野、岸田、国寿も解放用、社長、ヤバイということなので、まあ、ヤバイ君以外は割と使える感じのメンツにはなってるかなと思います。はい、しかも PSR が、1,2,3回、まあ、12分の1ではあるんですけど、チャンスがあるので、まあまあこの辺のキャラ、まあ、3体っていうよりはこの12体の中で、どれだけ持ってない、前のね、なんだっけ、育成応援みたいな、あの3回限りの育成応援みたいな感じの捉え方で引くといいのかなっていうような、ガチャでございます。まあ、七井くんやら、ちーちゃんやら、ちーちゃんどうなんだろうね、うん、今後の環境ちょっと分かんないんですけど、やら、まあ、王子は全然まだ使えるところあると思いますし、なんか今闘争学園では通常の佐伯がまた復活したりとかしてるので、まあ、佐伯に関しては佐伯ってだけで結構良かったりとか、はい、っていうのあるので、まあ、全然 OK で、怪力無双もまあ打撃本当はついてたらいいなとは思うんですけど、うん、まあ、それでも査定ゴリゴリなので強かったりとか、ジャベリンはボクシングなのでアスレティスバッチという、はい、感じですね。はい、まあ、岸田がちょっとあれね、あの三本松が何気に強いので、うん、まあ、結構持ってかれてる感はあるんですけどって感じかな。うん、まあ、あとフランケンはクロスナインで強いですっていう、あとまあ覚醒するんでね、まあ、覚醒した後使われてはないんですけど一応、うん、まあ、でも強い部類のテーブルにはなるので覚醒したところで、うん、まあ、そんな感じです。はい、まあただでもスルーで、基本は皆さんスルーでいいと思います。はい、まあ826近い、まあ、新キャラね、まあ最初弱かったとしても、あのマドカみたいに改造される可能性が全然826キャラに関してはあるので、うん、まあおそらく強くなるんじゃないかという、はい、まあ、あの修正込みでね、っていうのはあるので、まあ826待っていいんじゃないかなっていうところと、まあ今もうほぼほぼまあ最優先野手キャラなのが出てるので、あの進むとあんこちゃん、まあこの2人が、まあ、とりあえずいるかどうかが結構しばらくはね、まあ、あんこちゃんに関しては未だに一戦級なので、その最新環境でもね、はい、まあ、進むもそうなんですけど、うん、なかなか死なないキャラたちではあるので、はい、ぜひ確保していただければなという、はい、まあガチャの内容は最悪なのでガチャの内容は本当に最悪なので、まあでも行くしかないんだよね、行くしかないですまあ本当にちょっとなんか救済措置お願いします。はい、まあ、一応出て、今回は出たけど、俺守るみたいになる、俺の守るみたいになる人もいるかもしれないから、うん、本当に何かしらの救済措置お願いします。はい、っていう願いを込めて今回は動画を終わりたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。はい、そして826で、選択権に公的書を入れてください。お願いします切実です。はい、うん、まあ、立川もしどれみもなんかいないキャラ結構いるんですけど、はい、その辺のキャラを、826で PSR 引けるといいなと思っております。はい、よろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。